アベベメコネン、アベベメコネンは、エチオピアの陸上競技選手。少年時代から陸上競技の素質を見出され、マモアオルデラからトレーニングを受けていた。1985年ワールドカップ、広島大会で初めてサブテンを記録。1986年のロッテルダムマラソンで、マラソン初優勝を果たす。 1988年から1989年にかけてがマラソン選手としてのピークで4レースに続けてサブ点を記録しうち3つのレースに優勝しその一つである1988年の北京国際マラソンでは自己ベストとなる2時間07分35秒を記録したこの記録は四半世紀の長い間コースレコードであったこの活躍により 1988年ソウルオリンピック前後には現役世界最強選手と歌われた。しかしエチオピアがソウルオリンピック参加を見送ったため同国のベライン電子もともども出場することができなかった。1988年に出場ならなかったオリンピックには1992年のバルセロナオリンピック1996年の アトランタオリンピックにと2度エチオピア代表として出場したが、バルセロナでは途中棄権、アトランタでは2時間29分45秒で81位に終わった。また、世界陸上競技選手権大会でも4度、出場しながら3度は途中棄権、完走した1995年のイエーテボリ大会も47位と、これらのビッグタイトルには縁がなかった。 自己記録を出した1988年の北京をはじめ、1989年の福岡、1991年、東京世界陸上など、レース中やレース直後にオートすることが多かった。世界クロスカントリー選手権には何度も出場し、1993年には2位になっている。1998年のロンドンマラソンで最後のサブ10を記録。 1985年のワールドカップから数えて、足掛け14年もの間サブテンを記録したアベベ、メコ年は、男子マラソンサブテン最長足掛け期間記録保持者で、ある。ありがとうございます。